木外務大臣外交防衛委員会の開催にあたり、ごあいさつ申し上げるとともに、主な国際情勢および外交政策の所信について申し述べます。冒頭、新型コロナウイルス感染症への対応について申し上げます。外務省では私の指揮の下、市を挙げて中国・湖北省武漢市からの邦人帰国オペレーション。 感染症危険情報の発信、注意喚起はじめ、法人の安全確保に取り組んできました。また、ダイヤモンド・プリンセス号の外国籍乗員・乗客のチャーター機による帰国の支援も行ってきました。引き続き関係省庁とも連携しつつ、法人の安全確保および支援に万全を期します。外外交交政策全般については1月ののの本会議でで演説の中でも申し上げた 6つの分野に焦点を当て地球儀を俯瞰する外交をさらに前に進めるため包容力と力強さを兼ね備えた外交を展開します第一に日米同盟です日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中日本の外交安全保障の基軸であり地域の平和と安定に貢献する大きな役割を担う日米同盟をさらに強化します本年は 日米安全保障条約の署名及び発行から、60周年にあたる節目の年です。これを契機に、日米同盟の対処力、抑止力を一層強化していきます。また、普天間飛行場の一日も早い辺野古移設をはじめ、地元の負担軽減に全力を尽くします。自由で開かれたインド太平洋構想は、今や米国から、豪州、インド、アセアン、さらにはヨーロッパまで広がりつつあります。 法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序をすべての国、人々に分け隔てなく平和と繁栄をもたらす公共財として守っていくために、志を同じくする国々と力を合わせて取り組みます。第二に北朝鮮をめぐる諸懸案への対応です。3月2日の発射を含め、北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの発射といった挑発行為は全く受け,受け入れられません。 本年1月2月と2度にわたり日米、間外相会合を実施しましまた日米,日米間の結束の下、国際社会と連携しつつ、安保理決議の完全な履行を確保し、北朝鮮の完全な非核化を目指します。また、拉致問題の早期解決に向けた主体的努力を続けます。日朝平安宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、 高な核を生産して北朝鮮との国交正常化を目指します第三に近隣諸国との外交に積極的に取り組みます日中両国は地域や世界の平和と繁栄に共に大きな責任を有しています引き続きハイレベルの頻繁な対話交流を重ね懸案を適切に処理しながら日中新時代を切り開いていきます他方東シナ海における一方的な現状変更の試みは 断じてて認められまません冷静にかつ毅然と対応していきます南シナ海をめぐる問題についても、国際法に基づく紛争の平和的解決の重要性を強調していきます。韓国には現下の最大の課題である旧朝鮮半島出身労働者問題について、引き続き韓国側の責任で解決策を示すよう強く求めるとともに、問題解決に向けた、 外交当局間の協議を継続していきますまた竹島は歴史的事実に照らしても国際法上も日本固有の領土でありこの基本的な立場に基づき冷静にかつ毅然と対応していきますロシアとは最大の懸案である北方領土問題の解決のために首脳間外相間で緊密に対応を重ねることが重要ですラブロフ外相とは就任以来半年で 4回の外相会談を行いました引き続き幅広い分野で日露協力を進めていく中で、1956年共同宣言を基礎として、平和条約交渉を加速させるとの首脳間の合意を踏まえ、領土問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、交渉責任者として粘り強く交渉に取り組んでいきます第4に緊迫化している中東情勢への対応です。 中東の平和と安定は、原油の約9割をこの地域に依存する日本の国益に直結します。中東の平和と安定および日本関係船舶の安全確保のため、政府として3本柱の方針を決定しました。まず、中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた外交努力を継続します。これと合わせ、この地域における日本関係船舶の安全確保のため、船舶の 高校安全対策の徹底、そして情報収集体制の強化のための自衛隊の艦艇および航空機の活用に取り組んでいきます。第5に、新たな共通ルール作りを日本が主導する経済外交に邁進します。保護主義的な動きが広がる中、自由貿易を推進し、ルールに基づく多角的貿易体制を強化することが重要です。rcep については本年中の署名 EU を離脱した英国とは速やかな通商交渉開始を目指します。同時に WTO が世界経済の新たな課題に十分対応できるよう WTO 改革の取り組みを主導します。さらに今なお残る日本産食品への輸入規制の撤廃にも尽力をします。第6に地球規模課題への対応です。人間の安全保障の理念に基づく持続可能な開発目標の実現に向け、教育、 保険女性のエンパワーメント、防災、気候変動、海洋プラスチックごみ対策等の取り組みを主導します。また、t i カ a d 7の成果も踏まえ、アフリカ開発を力強く後押しします。軍縮・不拡散や国連安保理改革の実現、国際機関の日本人職員増強にも取り組みます。以上の諸課題への対応について、着実かつ具体的な成果を上げるため、 総合的な外交力の強化と、戦略的な対外発信に努めます。北村委員長をはじめ、理事委員各位のご指導とご理解を心からお願い申し上げます次に防衛大臣から国の防衛の基本方針について、所信を聴取いたします。